こんにちは、宮野博隆です。今週もやはりウイルスにやられている時中ですね。流行ってたウイルスは先週で一応落ち着いたんです。ですからウイルスに弱くない患者さんは割と落ち着いてます。風邪が若干流行ってますけども、そんなにひどくなく治療もそんなにやりにくくないです。ところがかなりの数の患者さんが骨髄リンパ系の免疫系をやられているために、治療しても治療しても免疫力が落ちてきちゃう、いわゆる血液体液の流れが悪くて細胞に十分に栄養と酸素がいかない、いわゆるエネルギー代謝がうまくいかなくて症状が改善しない、熱なんか出ると熱が治療しても治療しても全然下がらないという患者さんの数が相当多いわけです。ですからコロナがまだ抗体を持ってない人とか、コロナは抗体持っていても免疫系の弱い人はこのバイ菌にやられるとかなり体調が落ちるわけですね。それほど症状がなくてもそういった患者さんが PCR 検査を受けると陽性になっていると。ウイルスの毒性が強いと、そうすると PCR 検査っていうのは反応するってことがよくわかりますね。で、治療としては我々が今までこの2年半というよりも最初の3ヶ月4ヶ月ですね、コロナとの戦いがあったわけですけども、はるかに今この流行ってるバイ菌の方がやりにくい、強烈だということですね。非常に苦労してます。ですからあとは患者さんに脳呼吸枕を使ってもらう。で、脳呼吸枕持ってない人はやはり手上げかかったわけで、なるべく早く眠る、眠りが足りないとどうしても生命力落ちますから、当然免疫力も落ちるので睡眠不足にうんと気をつける。で、その場合に暑いところではうまく眠れませんから、十分に部屋の温度を23、4度ぐらいまで下げて、相当寒いですから布団をかぶって寝るというような状態で寝ると睡眠が取れます。もう最後はやはり我々のその治療手段だけじゃなくて頼るのは患者さんの治る力ですから、その治る力を失わないように昼間暑いのとこのバイ菌と両方でやられますから、くれぐれも先生も患者さんもみんな体に気をつけるということをやって、この今のバイ菌これの流行が早く収まると。もう流行自体は収まってるんですけども、外から入ってくるのはないけども中に持ってる弱い人が相変わらずいじめられてるので、ご自分で気をつけて、何しろ熱の下がらない患者さんもですね、治療しておいてそれで睡眠取ると翌朝にはかなり良くなってるわけです。ですから睡眠というのはとっても大事だなというふうに思いますね。